皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワイルナの飛鳥智章です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はローリングの海のハンドモーションについて説明します。先日レッスンの時にローリングの海のハンドモーションを詳しく解説してくださいといったようなご要望がありました。で、 YouTube をご覧の方ももしかしたらそういう方がいらっしゃるかもしれないので、ここでシェアさせていただきたいと思います。まずはローリングの海のハンドモーションを、先日投稿させていただいたバシャバシャした波のハンドモーションを応用したものというふうに理解するととても練習しやすいと思います。ですので、まずはローリングのハンドモーションを、習得するまでにバシャバシャとした波のハンドモーションを習得すると一番近道かなと考えています。ローリングの海のハンドモーションもバシャバシャした波のハンドモーションと同じくリフトとプレスを使います。ですのでリフトとプレスの復習からいきますね。肘を少し折り曲げて手首の力を抜いて、これがリフト。で、逆に肘を伸ばして手首を外折れ、これがプレスになります。で、バシャバシャした波のハンドモーションはこの状態で作っていけばいいんですけれども、ローリングの特徴はそれを肘を横に曲げながら作る、ここが一つ大きなポイントになります。では詳しく解説していきます。ではまず右手から説明していきますね。肘を横に曲げた状態で肘を折って持ち上げて力抜いてリフト、この状態を作ります。で、それに対して左手は肘をまっすぐ伸ばしているような状態で下に下ろしていきます。これがプレス。左手こちらがプレス、右はリフト、このような形になります。で、次右手が降りていきますが、降りていく時にはプレスで降りる。で、上がってくる手はリフトで上がります。ゆっくりやってみますよ。肘を伸ばしていってプレス、曲げながらリフト、こういう形になります。これを交互に作っていきます。今から正しい例をします。今回ローリングのハンドモーションを移動させることが多いので、こう左から右、右から左というふうに移動させていきますね。で、ポイントは手を移動するというよりは胸の向きを変えていくので、手が移動していくというふうな捉え方でご覧ください。ではいきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、このようにローリングの海のハンドモーションはバシャバシャした波のハンドモーションを応用したものというふうに考えられます。ですので、いきなりローリングから習得しようとするのは、先ほどもお話ししたように少し難しいかなと思うので、まずはまっすぐ前でバシャバシャした波のハンドモーションを習得していきましょう。で、それを、まあ、徐々に折ることでローリングのハンドモーションに応用できると思います。ぜひ練習に取り入れてみてください。今日はローリングの海のハンドモーションについて説明しました。ポイントはローリングの海のハンドモーションを習得した場合はバシャバシャした波のハンドモーションから練習するです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。